そろそろ始めちゃおうかな。かゆひろみのせーのカルダモン、やったやったなんかあの事務所の先輩の方も来てくださってるみたいで、なんとですね、これの番組はカルダモンという番組でございます。いろいろどん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 みんなおかわりしてくださいね、カルダモンだからね。はい、ということで始めたいと思います。日ごとーく、これは、ですね、実は季語をこの中にたくさん詰まっているみたいです。なので私がここから吸い取り上げますので、どの季語が出るか当ててください。そういうコーナーじゃないです騙されただろせーの、てるん、こんな感じでしたなんで漢字ばっかり出るのこれ。え、でもこれ全然わかる、全然わかる。なんかそれについての自信満々で答えちゃっていいですか。虹、漢字を当てるコーナーではないのですが虹はですね、なんでこれ知ってるかっていうと普通に小学生の頃にドラマでウォーターボーイズっていうのがやってたんですけど、それの音楽、なんて言うんだろう、ドラマ曲、それが福山雅治さんの虹っていう歌だったんですよ。で、なんかすごく福山さんの虹色がいろんな色を出していて、はぁって思っていた記憶がとてつもなくありました。どうでしょうか、皆さん虹への思い出はありますか。あとね、なんとですね、水をプシュってやるとですね、虹ができるっていうのが都市伝説で聞いたことはあります。いや、都市伝説でちゃんとできますちゃんと証明というか、ちゃんとできます。あ、できるんですか。都市伝説とかじゃなくてちょっとベランダとかでも、普通に切り拭きとかでもだってちょっとやってみようよ。はい、今日はできないらしいです残念。じゃあその悔しさを一気に込めて、どうしよっかな。どうしよう、これでいいかな。とりあえず言ってみます。虹色にいろんな虹ができたよねいやもうひどい出来になっちゃうんですけど徐々に徐々に、ね、できたからとできたよね悩んだ。いや、そこはじゃ問題じゃないと思います。大丈夫そうそう、締めをお願いします。はい、いろんな虹色なんですけれども、替え玉もこのようにいろんな色を出していきたいと思いますので、ずっと2色ですよずっと映ってるのは。ぜひぜひ、皆さん YouTube チャンネル登録したりとか、あとコメントとか何でもいいですよ。もうほんと思ったことを私に伝えてくれれば私も全部受け取るし、まあ、それを通り過ぎることもあるかもしれない、でもそんなことはない。だからぜひぜひコメント待ってます。あとこちら告知がありますので、ぜひぜひみんな今のうちに見といてください。じゃあまた、実は明日も会うんですよ。明日も見るんだぞ、また明日ね3明日ですよね。